はい、こんにちは。まチャンネル前原です。今日は今更こちらですね。うん、仮面ライダーフォースの変身ベルト、ジャックスメテオドライバーです。はい、ということで2018年12月22日本日発売というわけでは全然ないんですけどね、うん、本日公開の仮面ライダーのこの平成ジェネレーションズフォーエバー見てきました。はい、まずはこちらの感想からいきましょうか。うん、めちゃくちゃ良かったね。うん、もう本当もう一回見たいね。いや、見る。うん、見よう。見る。あのね、すっごい面白かった。本当に久々にいいやつだったね。本当にね、楽しい映画だった。うん、内容に関してはね、ネタバレになっちゃうんで避けたいと思うんだけどね。うん、このコメント欄にネタバレ書いちゃダメですよ。書いたらこのコメント削除しますからね。はい、ネタバレなしですからね。お願いしますね。はい、まだ見てない方もいっぱいいるんでね。うん、はい、で今日はですね、こちらメテオドライバー、うん、うちは仮面ライダーフォーゼにハマってると、エイシン君の今年の買ってよかったランキングでも第2位だっけ。うん、この2位のフォーゼドライバーね。うん、これでも分かると実はね、あの仮面ライダーフォーゼに今ハマっているので、うん、こちらも購入してみました。うん、これ新品で買いました。はい、はい、じゃあ早速開けて遊んでいく前に黄金の5秒間この間にチャンネル登録や、この動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。はい、じゃあ行くよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。はい、では早速開けていきましょう。うん、はい、まずこちらがメテオスイッチですね。うん、すごくかっこいいね。うんうん、あのキラキラして土星のなんかマークみたいなのがね、うん、入ってて、これが下にこうずらせるようになってたね。うん、これは通信機になってて、これなんか下ろすことで立花さんと連絡してたよね、あの宇宙にいるね。うん、そうだね。はい、そしてこちらがメテオドライバー本体ですね。うん、かっこいいね。うわ、この金メッキとかいいね。そうそうそう、これね、あのなんで新品で買ったかっていうとですね、うん、あの中古屋さんにね、中古のやつ置いてあったんだけど、うん、すっごい汚いの、このやっぱ銀がね剥がれちゃってて、うん、ちょっとこれでは良くないかなと思って新品を購入してみましたね。うん、じゃあ早速変身していきたいんだけれども、まずはスイッチを入れて、でスイッチをオン。おお、こんな感じね。じゃあ変身やってみよう。はい、おー、まだ回ってるすごい回りすぎじゃない。うん、今ちょっとね、部屋の電気と照明を落としてみたんだけど、この状態でもう一回やってみようか。はい、ちょっと外からの光が出てるけど、うん、おっ、かっこいい。すごい、レバーを下ろして、おお、おー、綺麗、かっこいい。めっちゃかっこいいじゃん。あ、うん、やっぱ途中で LED はなくなるわけだね。うん、へぇ、いいね。じゃあ今度必殺技いってみましょう。はい、メテオスイッチをまずずらして、メテオオン、レディー。で、この球体を回す。メテオレメントブレイク。あー、いいね。はい、じゃあこのまた照明を落とした状態で必殺技行ってみましょう。はい、メテオオン、レディー。メテオレメントブレイク。これすごいいいね。うん、綺麗綺麗。うん、この、ね、メテオがすごいいいのは、うん、カンフーなんだよね。そうだね。おおおー、わちゃんバシャーってかっこいいのに、ほおーって言うからさこのギャップがすごい楽しい。うん、はい、じゃあちょっとね、このメテオの変身ポーズ真似てみたいと思いますね。うん、はい、やってみてください。メテオレディ変身。長いんだこれが長いんだよ。そうだ。じゃあパパはちょっとやってみるね。うん、やってみたかったんだ頑張ってね。 M バス変身認証だ。メテオレディ。変身。
はい、じゃあここからですね、新しいドライバーが来ると毎回おなじみなんだけれども、変身オン対決ね、どっちが早く変身が完了するか、そして必殺技はどっちが早く終わるかの対決ですね、はい、せーの、電源オン。じゃあ行くよ、せーの。明らかにこっちの方が早いんだけど、これはまだ回ってたね。あ、でも同じぐらいだったかな。はい、じゃあ必殺技いきましょう。せーの。あー、メテオだな。メテオだよ。ギリメテオが早かった。はい、そんなわけでじゃあメテオの2勝かな、素晴らしい。じゃあライドウォッチ抜いて、はい、ということで今回は仮面ライダーフォーズの変身ベルトジャックスメテオドライバーでした。ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画いつもと飛んでてますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということでこのヘイジェネフォーエバー、これ絶対見た方がいい、見るからどうしようかなって迷ってる人見た方がいい、それぐらいね面白い映画だったね、はい、ということで今回は以上でございます、バイバイ。